エルザレットゲームチャンネルへようこそ。今回は前線練習それとも矢倉用、弓にゾンビカブバギアが使えるのかとなります。今回はリスナーからこのギア面白いよと言われて実際に使ったギアですね、ゾンビカブバギアについてまとめていきたいと思います。個人的に気になっていたギアだったので、まあ、この組み合わせを実際に X マッチで使用して感じたことなどをまとめて紹介できればと思います。まあいろんなギアで立ち回り試すのは大事ですからね、貴重なパワーを犠牲にして試していきたいと思います。ということで今回はゾンビカムバギアについて一般プレイヤーが使用して感じたことを次の順で紹介していきます。今後も更新をしていきますので、動画を見てチャンネルを応援してくれる方はチャンネル登録と高評価をぜひお願いします。それでは早速解説していきたいと思います。まず気になるのはギアの内容ですよね。実際の試合を流しつつ早速紹介をしていきたいと思います。今回試したギアはこんな感じの構成となります。まずカムバとゾンビギア枠で 2.5 ほど埋めています。ゾンビギアに関しては 1.5 以上積むのがいいかなと思いますね。理由としてはこれぐらい積まないと 2.4 秒以上の短縮っていうのができなくなります。で 3.9 フルで積んでも4秒ほどなので、まあ、1.5 積んで一番恩恵を受けれるかなという数値になるからですね。まあ、あとはこれくらい積まないと正直効果は実感できないなっていうのもあります。で残りの 1.4 枠に関してなんですが、まあ、イカ速ヒト速を今回は採用してやってます。ただし使った感想としてはここにステジャンであったりスペゲンといったものを置いておく方がいいですね。まあデスをする前提で前線維持を狙えますので、まあ、そういったギアとの組み合わせが非常に良かった気がします。でこちらのギアの目的としてなんですが、前に出て前線のキープをすることが重要となってきます。なので常に攻撃をし続ける姿勢っていうのは非常に大事でした。なので前に出ることが重要になりますので、ゾンビカムバーを試す際は前に出る想定で組んでいくっていうのが大事になります。で個人的になんですが、やっぱゾンビは保険っていう考えは大事ですね。でこの時は2加速と1速を積んで対面力を上げるように意識してました。まあ、引きを早くしたり前に出るのを早くしたりするためですね。なんですが、まあ、カムバックのギアはデスした後6つのギアの効果を発揮しますので、まあ、イカ速などもよくよく考えたらいらないのかなーっていうのもありましたね。前線の生存時間次第だなってよく思います。でちなみになんですが、今回の機動力ギアの場合ですが、前線への復帰とスペの回転に関してはちょっと物足りなさを感じてます。実際にプレイ中に、まあ、ギアの構成としてはステジャンありだなーと思ったので、個人的には軍配はステジャンに上がるような気はしていますね。また機動力とステジャンどっちがいいかって言われると、ジャンプの頻度次第かなっていうのもあります。ジャンプしに行くところに関しては味方に依存しますからね。なので前線の味方の維持力に依存しますので、まあ一概に強いとは言えないんですけど、仲間の状況次第ではステジャンの方がいいなとは思います。使用感についてですが、正直なところ楽しかったです。まあそれだと感想などで細かく話していきたいなとは思います。まず使って感じたのはインク効率が難しかったという点です。基本トラストを使う人は後衛ポジで攻撃をすることが多いと思います。そのため塗り管理や対面を長時間するとなると、インクの枯渇が以前よりも早くなるため難しく感じるんですよね。もちろんカムバを発動できれば20秒間は恩恵を受けれるので、前線に上がって十分効果を発揮できるかなと思います。ただそれは前線に上がってこそ発揮できるっていう部分なので、後ろでもたもたしていると恩恵を受けづらいなっていうのがありましたね。実際20秒って早いですからね、やってみるとね。またゾンビのギアに関してもですが、そもそも2回連続0キルでデスをしないと発動条件が満たせません。なのでキル力が高すぎる場合、1角がよく出せるっていう方に関しては効果を発揮できる機会っていうのが減ってしまいますので、常にキルが取れる場合は効果を実感できないなと思いますね。まあこれはこれでとてもいいことなんですけどね、カムバギアに関してはちょっと合わないなと思います。さてここまでちょっとマイナスの話をしてきましたが、ゾンビカムバのギアに関してもめっちゃいい点っていうのあります。
それはデスを恐れないという点です。ゾンビと看板の保険があるためか、正直これを持ってプレイした時にはいつもより前線に出れる機会が増えたような気がします。というか前に出る意識が高かったですね。というのもデスした時のデメリットよりメリットの方がこのギアは多いため、強気な姿勢でプレイできたように感じます。また前に出ることによって一角を狙える距離が近くなるので、いつもより直当てが量産できたように感じます。まあ最悪アシストですね、もう狙えた気がしますね。でこれに関してはレティクルの反応する距離が近くなりますので、攻撃さえできればチャージャーと同様のキル速が出せるっていうのが原因かと思います。でこの恩恵を受けれたので結構敵に当てれた感覚っていうのはありましたね。でこれを考えると、マイル出ることによって対面力さえあればキルが取れる機会が増える可能性があると言えます。個人的にはキルが実感できたのが何よりも良かったなと思いましたね。さてこのギアについていろいろ話しましたが、一番のメリットはルール関与を無理やり行えるという点です。というか光栄としてはルール関与する機会というのは多くあるため、何かとルール関連のデスが増えてしまいます。そのためデスしたことのリスクをギアによってメリットに変えるギアとしてはなかなか面白い構成だなと思いますね。もちろんデスをしない光栄も重要ですが、今回のスプラはチョークポイントも多く攻撃をし続ける必要があります。前衛だけでは厳しいマップも多いので、光栄が頑張って前に出るきっかけとしてはこのギアは面白いなと思いましたね。個人的にも前に出るデメリットが少なかったので、いつものギアよりも前に出れたっていうのは一番大きいです。そういう意味では他のギアにはない大胆さがあって良かったなと思います。またアシストキルが多い弓としてはゾンビの発動条件を達成しやすいというのもありましたね。アシストであればキルを取ったとみなされませんので、ゾンビの発動条件をクリアしやすいっていうのも良かったです。続いては相性のいいルールについても紹介したいと思います。個人的には矢倉特攻が相性がいいです。というのもルール関与やオブジェクト周りの処理をすることが多いルールのため、テスが重ねやすくなるからですね。矢倉に乗ったり歩行を持ったりすることが多いので、そのデスを少しでもカバーするには相性がいいように感じました。また前線の位置が大きく変わりやすいルールですので、味方が押し込んでいる際など前線復帰がしやすいなとも思います。押し込んでいる時って味方の位置によってはどうしてもスパジャンしづらいですからね。有利なのに復帰しづらいということを考えると、ゾンビカムバで少しでも前線上がる工夫は大事なのかなと思います。まあ、ステジャンがあればなおさらですね。また防衛失敗で連続デスをしたとしても回転率が速いっていうのもいいです。ルール的に試合展開が早い2つですので、復帰時間を早くして少しでも前線にいる時間を伸ばすっていうのはいいのかなと思います。最後にですが注意することもあります。それはデスをすることが目的ではないということです。復活時間短縮をつけた時によく起きますが、これは前に出るための保険であって発動を狙うというものではありません。特に光栄がこれをやってしまうと前衛が動きづらくなってしまうので、生存しつつ前線のカバーをすることができなくなります。あくまで前線に出るきっかけの保険としてギアを採用することが大事となりますので、採用の際は立ち回りに気をつけるようにしましょう。はい、ということで今回ここまでとなります。前線練習、それとも矢倉用、弓にゾンビカムバギアを使えるのかはいかがでしたでしょうか。光栄なのにそれつけるのと最初は僕自身もびっくりしたんですが、まあメインをある程度使えるとそこまでは悪くないギアだなと思いました。むしろ前に出るきっかけとしては十分なギアでしたね。ルール関与をめっちゃするけどデスが多いという時はつけてみるのもいいかもしれないです。ということでご視聴ありがとうございました。チャンネルを応援してくれる方はチャンネル登録と高評価お願いします。それではまた次回お会いしましょう。バイバイ。